令和新選組 NHK の日曜討論でデマを流し大炎上21日に放送された NHK の日曜討論においてれいわ新選組の高井隆さんが被災地に侵入した山本太郎さんを擁護するため世界中の災害で政府のトップが現地に入るのは遅くても4日後などとのデマを垂れ流してしまいさらに全国に2000隻以上あるフェリーを避難所にしろとのデマも垂れ流し さらにですね、20万台近くあるキャンピングカーを仮設住宅にしろ、などとの暴言も吐いてしまい、冷がさとし、大炎上してしまっております。こちらまず事実といたしましては、災害時の政府トップの視察に関しては、2週間後という事例もございますし、日本にフェリーは300隻程度しかございません。またそのフェリーたちは、人や物を運ぶためにすでに使われておりますので、 被災地,地に回す余裕はないものと思われますまたキャンピングカーは、まあ、国民なり企業なりの私物であり、まあ、それを国に供給するとでも言うのでしょうか、まあ、本当にですね令和新選組は能力不足が過ぎ国政にとって有害であると言わざるを得ません国民の皆様有権者の皆様選挙において令和新選組以外に投票し 令和新選組の得票率を下げ、国政から取り除いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。